まあ、結構ショートホープきつい方だと思うんですね。まあ、前回基本的な使用方法などを紹介したんですが、今回は味などについてご紹介したいと思います。今タバコカプセルが3種類出ていまして、で店頭で受け渡し説明時に、まあ、試飲できるんですね。一つはメンソールで、まあこれはまあいわゆるまあメンソールですよね、当たり前なんですけど。でもう一つは紫色のもので、甘いタイプ、すごい甘いんですよ。わかりやすく言うとガラムですね。はい、ガラムをイメージしてもらえればいいと思います。3つ目はこのレギュラーですね。今出ているタバコカプセルの中では、まあメビウス、レギュラー、メビウスなんで、まあいわゆる前線ですよね、を買ってきました。で、ショートホープ長年吸っているので結構ショートホープきつい方だと思うんですね。で、正直このプルームテックに切り替えられるか、まあ、心配だったんですが、まあ、意外とその喉越しがあります。で、今のところきついタバコ、ショートホープを吸ってきた人間として、まあ問題なく切り替えられています。説明にも書いてあるんですけれども、こうゆっくり長く吸い込むと、結構まあ喉越しがありますね。喉越しっていうのかな、ビールじゃないんだからね。また長くなったので、次の動画にしたいと思います。では